そうだ。そういえば、たかしの連れの親父さんがこんなもん置いてったんだ。怖いもんな。京花って女の親父さんか。俺にくれるのか。ああ、ここで一緒に見ていたんだよ。お前に感謝してたぞ。まあ、せっかくの差し入れなんだ。もらっとけ。ああ、それから、実はこの地下街にはちょっとしたカジノがあるんだが、uh-huh. お前も入れるようにしといたから、暇があったら行ってみな。カジノ。OK。Pachinko-paikassa menettänyt omaisuutensa. Jaha. Voi. No? ちょっと何するんですか。へ？え？ほら誰だこの男。知らないわよこんな人。だってね、彼のマレーキ。俺が知らないうちに男作りやがったな。違うんだって、ジュンちゃん。あは。すまん、余計なことしちまったか。俺はてっきり。この女性と俺は何も。覚悟はできてるか。あ、nyt se suuttuu。ちょっと。Se saa jo kerran turpiinsa。やめて、やめてよ。よせ、落ち着け。やめて。おい、そんなもん出してどないする気や。うお。せい。やはにいでででででで。おい、ちょっとお前。さあ、今のうちに逃げて。そうじゃねえ。っていうか、やめろ。いって、いでよ。Tää lähti vähän eskaloitumaan。そちらの女性も怖がっている。女性を連れて逃げなさい。私なら大丈夫。こういう輩はきっちりとお仕置きしないと。違うんだ。人の話を聞け。こら、何やってるんだ。あ、お前さん、ご苦労様です。実はチンピラがカップルを脅しておりまして。大丈夫？ねえ、大丈夫なの？どういうこと？まあ、カップルの痴話喧嘩ってやつだな。あの二人がカップル。ってことは、脅してたチンピラってのはお前か。は？いや、勘違いだ。俺も初っ端に勘違いしたが。署まで同行してもらうぞ。違うんだ。一緒に警察に行きましょう。は？私も勘違いをした。いそっぱ。そしてあなたも勘違いをした。ここは男らしく言い訳せずお縄につくということで。何言ってんだ。たぶんエドアラスだったキリュー。さっさと逃げねえと面倒になるぞ。逃げる？スポーツマンは決して逃げたりしない。
何？つまりどういうことなんだ？あの男が女性から金をせびろうとして女性は嫌がっていた。血は喧嘩とは知らなかった。止めに入ったら男が俺に喧嘩をふっかけてきたんだ。そうなのか？はい、すみません、お騒がせして。そして途中、この顔のでかい男が急に入ってきて、チンピラをやっつけちまった。そうです。なるほど。もういいか？すみませんでした。いや、もういいです。いや、それでは許されない。そうだ、私に同じ技をかけてください。いや、好きな技を好きなだけかけてもらって。さあ、遠慮なく、さあ。なんでかれこう。No。すまなかったな。あんたには迷惑かかっちまった。いえ。それにしても、すごい技だったな。柔道をやってたのか？では篠原さん、最近は物騒ですから、お気をつけて。篠原、これしばらどっと。なんで名前を？あんた有名なのか？現役はもう引退してまして、それでまあちょっとした観光に。でもこういう場所を歩くのは慣れていないんで、迷ってるうちにさっきの現場に出くわしまして、本当にご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。そうだったのか。迷惑かけたついでだ。俺でよければ案内するぜ。本当ですか？よろしくお願いします。キリュー tietää tienoa täällä näin korttelissa. Ei muuta kuin syömään. Hai. Isopään kanssa tänne. Näin. いらっしゃいませ。 はい。 またまた。 え？ よろしく。 はい。 Tää varmaan syökin paljon。 またまた。何？ああ。Kabaree-klubille. Ei muuten päästä ulkomaalaisia niihin sisään. Japanissa. Baarikierros. Nivinauha. Special lakrisi. Lakry. Luxury Space. よろしくお願いします。おい、申し訳ない。ああ、entinen nyrkkeilijä tai jotain。ええ。urheilija。いや。Tällä lähtee varmasti kädestä tää niinku juhliminen. All around party animal. Yeah. Jännitystä.
Siinä on monenlainen tappeluareena. Ei. キリュウちゃん、戻ってくれてよかった。やは。伊達さん、キリュウちゃん待ってる間、ずっと飲み続けててね。よいちょ、タロンバラリッコ。ウィスキーやべれっとったる。こんなに強い酒を、どうしたんだ。さあね、いろいろあるみたい。なんでいつも来てくれないのよ、バカ。なになに？サヤって女からだが、伊達さん、約束すっぽかしたようだな。それ伊達さんの娘さんよ。さっき酔っ払いながら言ってた。この辺で会う約束してたみたいだけど、しょうがないわね。この辺？ここの向かいに裏路地あるでしょ。そこに第三公園って小さな公園がある。あがたるかせてやる。みっしゃぴりたばた伊達んといったれん。おじさん、どこ行ってたの？ああ、すまなかったな。まだ少しだけ用事があるんだ。うん、大丈夫だよ。行ってらっしゃい。バリントやバリント。おじさん、暇？これから私たちと遊ばない？一人でもいいけど、二人一緒でもオッケー。条件は特にないけど、無茶なのは勘弁ね。どういう意味だ？え？どういう意味って。ごめんね、やっぱ何でもない。でもどうすんの、サヤ。すぐに見つかるって。行こう。サヤ、ちょっと。伊達さんの娘か。で、伊達さんは知ってんのか？はあ、知ってるわけないじゃん。頭おかしいんじゃないの？お前らよりはマシだ。俺は自分を安売りしたりはしねえ。関係ないでしょ。チクりたきゃチクりゃいいじゃん。とにかくお金が必要なの。ほっといてよ、サヤ。リッキー・トレラ。おじさん、サヤの味方？多分な。ロータバス。そっか。実はね、サヤ、変な男にハマっちゃってんだ。翔太郎とかいうやつ。チャンピオン街のシェラックってバーの。それで？なんか金のかかる男なんだって。それであの子あんなことまでして遊ぶ金稼ごうとしてるの。ねえおじさん、あの子やばいかも。おじさん強そうだし、サヤのお父さんの友達なんでしょ。なんとかできない？バレマンキン。グラ、いらっしゃいませ。翔太郎はいるか？お客さん、知り合いかい？誰でもいいやつの質問ならどうでもいいよな。いらっしゃ。翔太郎。お客さん、知り合いかい？そうかい。そうだな、一つゲームをしよう。うちで一番高いものを当ててみな。ゲームをしよう。うちで一番高いものを当ててみな。とりこれはセリアリアがかわいい。わかりやすい質問だな。もう、わかりやすい質問だったか。そうだよな。
気に入ったぜ。教えてやるよ。翔太郎ならもういないよ。3ヶ月くらい前からスターダストって店だ。この町一のホストになるんだと。翔太って名前でいるはずですよ。Jaha. Se on näköjään tosta vasemman. Haluaisit vetää patalaan porukkaa. Ainoa, jonka haasteen se on ottanut vastaan niin kuin kunnolla. Heitä. Molemmat on ihan tulessa. Ihan rehellisesti voitettiin.
いや。おい。いえ。あ、オッケー。tapaamme seuraavassa pelissä ilmeisesti. ショタなら。あそこにいるのがそうです。なちょっと。伊達はセレブに。伊達さんか。さや。お父さん。お客さん困ります。どけ。ショタ、大丈夫？さや、お前こんなとこで。こんなとこで。何よ、今さら父親面。今日だって約束すっぽかしたくせに。それはお父さんはいつもそう。あったって何も言ってくれないし、つまらなそうにして、そのくせこんな時だけ父親ぶる。さや、帰るね。さやちゃん。やは。その子から手離せ。ああ、この女はな、うちの会社に借金がある。ああ、そべろしたね。関係ねえから引っ込んだろ。借金？ああ、この女、ホストクラブ通い詰めて借金まみれよ。借りた金返さないって言うから体で稼いでもらおうってわけ。今度ビデオで出てくるからよ。医者へ払わっとおっさんも買ってくれや。やろう。お父さん。キリュウ、お前てめえら覚悟はできてんだろうな。伊達さん、話は後にしようぜ。Vähän näillä sivuhenkilöillä tässä näin. Vanhempi mieskin kyllä aika hyvin potkii tossa. Tupla nyrkistä. Ore wa ano kun no chichoya da. Omaera no boss to hanashi o sazuro. Osoi ssu ne. Date-san.一人で行っちゃったけど、大丈夫ですかね。
Se on ongelmista taas. すみません、キリュウさん。ちょっと店を開けてる最中にこんなことになるなんて。いや、いいんだ。それより、伊達さんが心配だ。まさかさやちゃんが店にツケがあるなんて。翔太のバンスもそれが理由だったんですね。バンス？ああ、ホストが店に金借りることです。自分のお客さんが払えなくなった分を自分で立て替えるんです。回収はホスト自身がします。じゃあ翔太ってやつは？いや、ちょっと考えづらいですね。うちの店はバンスに金利も期限も特にないですから。翔太はどうしたんだ？今日は早番だったんでもう上がりましたよ。ちょっ、何がだ？翔太のことです。売り上げもいいし礼儀も正しいんですが、なんか悪い連中とつるんでよく遊んでるんです。変なことに巻き込まれてないといいんですが。Velkoilta lainaa. Työskentelee toisessa host-klubissa.翔太が言ったの。町金から借りた店のツケすぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを？本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。てめえの命惜しくて自分の女に何とかしろってのか？本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがない。でも私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようとも、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。ねえ桐生さん、私お父さんが心配。その町金の場所わかるか？ピンク通りの花形ビル。そこがあいつらの事務所なの。行くぞさや、お前も一緒に来るんだ。ピンキカドゥラ。花形ビルディング。キリュウさんってお父さんとどういう関係なの？No, puhtaasti työsuhde. Mä kiistän kaiken muun. 仕事関係で世話になったことがあってな。やっぱりそうじゃないかと思ったのよね。わかるのか？だってキリュウさん、どこからどう見てもヤクザだもの。四課の人って本職の人よりそれっぽいって言うじゃない？四課？ポリシー。本当。刑事って周りのこと見えてないんだから。もっと普通の公務員らしい格好してほしいのよね。ルビーさんだった。カンパレンピエツェルオーデンマーポリシックス。カムロ町に出入りしてる。半年くらい前から学校もつまんないし、家でも喧嘩ばかりだし、そんな時翔太に出会って。借金をする羽目になったか。子供が背伸びして
大人の世界に首突っ込んだ結果がこれだ。一人前に扱われたかったら自分で自分の責任を取れるようになるんだな。ちょっとそんな言い方。俺にもそういう時期があったんだよ。え？自分が何もできねえガキだということも分からず勝手に突っ走った挙句。いや、しなかまれてみろ、アッパの親父さんなら金払ってよ。そしたら未来の話は忘れてやるよ。いくらなんだ。店のツケが20、俺が建て替えたから利子と合わせて400。あは翔太さ、うちの系列で金借りたのよ。その利子が乗っかってんだよ。バカな。払えないんだったらさやちゃん、しょうがないでしょ。うん、おい翔太、うぅっ、こいつサツか。オーロー、へぇ、4か、丸棒じゃねえか。マジか、やべえじゃねえかよ。まあ待てよ、お父さんさ、丸棒だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ。あぁ、そいつを回してくれたらサヤの借金チャラにしてやるよ。Niin kuin, siis Japanissa on niin toimiva tasella, että siellä ei kadulla pitäisi olla aseita. Tässä on ihan järkyttävä määrä jakossa pelissä aseita. Ei oikeesti ole. Shota! Kadulla ne on paljon. Hakujuu の親父だね、あんた。娘、大事じゃないの？大事だ。大事に決まってんだろ。さやには指一本触れさせねえ。だったら要求を飲めよ。俺は、サヤの父親だ。だが警察官だ。お前らの要求は飲めねえ。じゃあサヤはどうなってもいいんだな。ああ、あんたはサヤより仕事を取ったんだな。殺せよ。なんだと。殺せって言ったんだ。ここで俺が死ねばさすがにお前らでも逃げきれないだろう。日本の警察は甘くねえんだよ。それにさやはきっと俺の友達が守ってくれる。じゃあ望み通りにしてやるよ。別に俺らは殺なんか怖くねえ。鼻から失うものなんてねえんだよ。お父さん、なんだてめえ。あんた初めてって言ったよ。初めからグルだったわけだ。スキャンミ、ミカスキャンミ。お前ら一緒にぶっ殺してやる。ikävä tyyppi。ikävä tyyppi. Yhteistyöllä pärjätään. Ei, 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 viilellä appiukkoa. Molemmat löi toisiaan saman aikaan.
Se aika kova. Tuollaiseks rattopojaks.100だって、うん、冗談にしても笑いやしねえな。いえ証文出せよ。siitä on kontrakti tehty niin kuin ihan kirjallinen. Kari ができたな、キリュ。いや。お父さん。普通の女子高生なんだな、そうしてると。やだ、ジロジロ見ないでよ。ね。Isukki otti vähän turpaansa tässä episodissa. No niin, ehkä toi on oikein. Saya,俺はダメな親父だ。10年前、お母さんとお前から逃げ出した。ああ、だから、ない。だから、お前に何も言えた義理じゃないと分かってる。今日までってなって。でもな、それでも一つだけ約束してくれないか。自分をもっと大切にしてくれ。サヤが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ。それでもお前が苦しんだり危ない目にあったら俺は守ってやる。守ってやるから。分かった、分かったから泣かないでよ。おはよう、伊達君。課長、何か？ああ、ちょっと話がね。何のお話でしょうか？10年前、君は独断で、ある事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた。二度目がないことは、分かっているね。ええ、まあ。単刀直入に言おう。今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。どの件でしょう？交渉の余地はないんだよ、伊達君。今すぐ手を引きなさい。話は以上だ。失礼します。おい伊達君。今のが伊達刑事かね。uh-huh. はい。どうだ須藤君。誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは。そうだ。依頼主は明かせないが捜索願いが出ている。上から直接頼まれた異例の任務だが、一家で引き受けてもらえないか。わかりました。その様子じゃ柏木に泣くまで怒られたって感じやな。Tämä on tapahtunut menneisyydessä. Shimano のおじき。聞いたで。おどれの子分に手合いとるようやの、錦山。No niin. Raato kärpästön. せっかく風間のおやさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいで。やっぱりわしが思ってた通りや。風間っちゅう男もえげつないことをやりよるの。どういうことです？本気でお前を大事に育てる気やろうややったら、そんな連中選ぶはずないやろが。まあ
嫌な思い散々させてお前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな。これだけは覚えとけ。Mikähän täällä on suunnitelmana? Täällä on yleensä ketun häntä kainalossa. Kirjuni kumi o motasetai dakea. Kirju no jatta koto wa zettai yrsare. Ah, tää tietää. Se ja kedo na. Hiniku na mon ya ga Kirju no hyoban wa skoburu ee de. Ma, oomono jatta chuu no wa sore nari no kanroku ga tsuku mon ya.シャバに出た時はもうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの下道でも貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や。ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。どやこ目覚ませ。面倒見られんのはお前の方や。ねえ、まあでもそん時は桐生もやりづらいやろうからの。お前の扱いには困るはずや。人も殺せんガキが無理しても先はあらへん。カタギにでもなれや。Dragon and the Koi. Käsittääkseni Divisioona ykkönen on sisäinen tutkinta poliisilla. Koitsua mitä kuule. これは今朝東京湾に上がった女の水死体だ。ああ。この入れ墨。カッパス。死因は頭部挫傷及び出血多量によるショック死。死体はコンクリートの重しをつけられて沈んでいた。かなりの拷問を受けている。水木なのか。なんとも言えんが、ただこの入れ墨、水木の入れてた模様と一緒なんじゃないのか。いや、これはどうした。この辺りよく見てくれ。結構切り合い。小さく歌って文字が見えないか。あ、おお。こいつは二代目歌堀の仕事だ。この堀氏は必ずどこかに自分の名を入れるんだ。じゃあこの死体の入れ墨もその堀氏が。ああ、俺の背中も掘ってくれた。占領通りとピンク通りの間の竜神会館にいるはずだ。写真の女が水木なら遥かには酷だ。あいつには伏せておく。ああ、ちょっと出てくる。いってらっしゃい。お、おい、odottaa äitiä.